海上自衛隊の最新鋭ステルス護衛艦のし、ロが進水式を行いました。今回は、こののしろ護衛艦の特徴について見ていきたいと思います。今後の海自の構図を変える護衛艦とも呼ばれ、期待されているのしろは、一体どんな艦艇なのでしょう。海上自衛隊のもが、2型護衛艦の3番艦が、のしろと命名され、2021年6月22日進水式を迎えました。ちなみに、護衛艦には、川の名前が付けられるようですね。最上は山形県の最上川ですし、のしろは、秋田県の農大川に由来するものでしょう。さて、最上型護衛艦ですが、ネームシップである1番艦最上は、2021年3月に進水、2番艦熊野は、その前の2020年11月に進水しています。熊野は、和歌山県の熊野川から、取った名前ですね。現在では、4番艦のみ、熊まで進水しています。この驚異的な建造スピードを見ても、日本の底力を感じていますね。のしろのサイズを見ていきましょう。基準排水量3900トン、満載時の排水量5500トン、全長 132.5M、全幅 16.3M です。エンジンに、ディーゼルとガスタービン併用の機関部を採用しています。合計すると、7万馬力のパワーで、最大速力約30ノットと言いますから、かなり優秀ということがお分かりですね。海自では、ジッパ一からげに、護衛艦と呼ばれている水上戦闘艦ですが、外国艦艇の区分に当てはめると、のしろを含めたもが、身型は、フリゲート艦に相当するとされ、駆逐艦とコルベット、排水量1200トン前後の艦艇の、ちょうど中間に位置する、艦艇という区分に入るそうです。ここで、海上自衛隊の護衛艦を見ていくと、も、が、身型より、混合型、アタゴ型、マヤ型が有名ですね。これらの艦名は、山にちなんだ名前ですね。山の名前を冠する、3種類の艦艇は、弾道ミサイル防衛という役目があり、その目的のために、イージスシステムを搭載しているのです。もともとは、アメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦が土台となっているのが混合型などというわけです。確かに、イージスシステムを積んだ艦艇と比べると、のしろは小型サイズですが、小回りの利く多目的艦艇ですから、将来的には、海自の主力を担う艦になるだろうと期待されています。その証拠に、22隻ほど建造予定と言われているのです。イージスシステムというのは、アメリカ海軍が開発した艦載武器システムのことです。陸のイージスと、別名のあるイージスアショア設置問題などがあったので、聞き覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。海自内の区分として考えると、前述のマヤ型などは、DDG、ミサイル護衛艦、出雲、型などは、DDH、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれますが、も、神型は、この呼び名ではなく、新しく FFM という艦種記号が用いられることになります。この FFM という艦種記号は、フリゲート艦という意味の FF と、機雷、マイン、多用途、マルチパーパスの M を組み合わせたものと、されています。名は体を表すというようにもが、身型には、機雷の敷設、除去機能も備わっています。またもが、身型護衛艦には、新たな時代の艦艇にふさわしい省力化が推進されています。先輩にあたる、阿武隈型護衛艦は、
120名の乗員定数でしたが、それに比べると30名も少ない乗員総数になっています。そのうちの1割ほどに女性自衛官配置を想定しているとも言われます。省力化兼ねジェンダーフリー時代に対応しているということでしょうね。打測ですが、阿武隈も福島県から宮城県に流れる阿武隈川に由来する名前です。人手不足が言われてから久しい日本社会ですが、それは自衛隊も同じです。最上型護衛艦については慢性的な定員不足に悩む海上自衛隊にとって地味ではありますが、非常に重要な要素とも言えましょう。それと合わせて同型艦の艦内仕様をすべて統一することによって、乗組員が複数の艦艇に乗務可能となりますから、効率化も図れることになると思われます。単純にのし、ロなど最上型のサイズですが、毎級である阿武隈型の2倍近い大きさですが、乗組員数では逆に3割近く人数を減っていますから、運用効率に優れていることがお分かりでしょう。最上型の特徴ですが、敵に発見されないことステルス性能を強く追求したデザインになっています。個人的な好みとしては、近年のフリゲート艦がステルス性を追求しすぎた結果として、世界中どれも同じようなデザインになってしまったので、かつての艦艇のようにそれぞれの国の特徴が感じられなくなったことが残念な気がします。能代の兵装ですが、手法として62口径5インチ単装砲1機、近接防空ミサイルシーラム対艦ミサイル防御システム1機、4連装17式艦対艦誘導弾発射塔2機、3連装 HOS-303 水上発射艦単魚雷発射艦2機などを装備しています。また、MK41VLS、MK41 垂直発射システムを16セル搭載できるようですが、いろいろと課題があり、後回しになっているとか。この MK41VLS が装備された時には、今までより、射程距離が大幅に伸びた艦対空ミサイル、艦対艦ミサイルが搭載できるようになりますし、敵と最前線で対抗できる戦力として、期待が膨らみます。従来は、もっと小型で、専用の掃海艇等の任務であった、機雷戦任務をもが、身型が実施可能になっていますし、OQQ11型機雷専用ソナーシステム、および、機雷捜索用と排除用の2種類の無人機が、運用可能になっています。機雷の敷設、および、除去能力は、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の島嶼部を防衛するために実装されたものと考えられています。特に、この島々は、中国が頻繁に侵入や違法操業を繰り返す海域ですから、防衛は必須です。能代は、機雷による海上封鎖を破ったり、逆に除去して日本側が上陸する際のサポートなどを行うことが期待されます。近年の艦艇にはほとんどありますが、能代も艦後部にヘリコプター用甲板と格納庫が備えられています。また、艦載機としては SH-60kg ヘリコプター1機を搭載していますから、様々な哨戒任務も可能になっています。ステルス性が高く、自分の存在を知られることなく敵を監視できるという性能のある能代は、なかなか優れた使い勝手の良い艦艇ではないでしょうか。